濡らした膝を見つめながら流した。震える手で書き鳴らした最初の掃除の時間に、どこからか遠く部屋まで染み込んでたという販売の、体育館の中、いつもの給食室から立ち込めた小さい頃住んでたマンションの、そこから近く商店街突き抜ける、3年生、4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 年
もう何度目の桜を見送っただろう。ああ、こんな風に世界の色は変わるのか。でも